はい、皆さん、毎度毎度。はい、ディーラーの営業、現場に立たないインストラクター、ビジネス目的の美容免許を持たない美容院の経営者、現場のこと、分かってねえよね、そいつらね。はっきり言ってね、一を知って二を知らないって、まさにそいつらのことを言うんだよね。美容学校の先生もそれに含むね。なんかね、言いたいことあったらどうぞ。まあ、いくらでも聞くからね。大したことは言ってこないし、本当にざれ言しか言ってこねえだろ、そういう人たちはね。まあ、それこそさ、そういうさ、一を知って二を知らないさ、経営者ってのはさ、こういう我々がさ、ちょろちょろ言ったようなことさ、真似して言うんじゃねえの例えばさ、美しい頭より切りすぎを好むとかね、お客様は。完璧なね、綺麗な頭はすぐ伸びちゃうから、切りすぎ好むんだおめえ。だから最初からね、ちょうどいい長さに切んじゃねえよ、時間もったいねえって。ああ、お前切ってみろと。ああ、できねえんだったら最初から何も言わないでくれと。ああ、知ったかぶり言ってんじゃねえよおめえってね。もちろんね、常識の時間っていうのはあるけどね、でも美容業ってのはね、ものづくりね、魚をね、三枚におろすわけじゃないからね。美容師さんに言えるのはね、そういう変な経営者のとこで働かないのが一番ってことになるよね。まあ、考えてみたらさ、美容院の経営者でしょ？美容師が複数二人以上だっけ？いるとこには管理美容師を置かなければならない。っていうことは、美容院の経営者は管理美容師を持ってなかったら美容院の経営者はいけないってなんないの？一応管理美容師のことも分かってないでね、美容の営業に口出すなと。まあ皆さん小規模チェーン店で働いてる方、二人以上で働いてる方、管理美容師どっちか持ってんの？これ持ってないと保健所に刺されるよ。一応ルールはルールって言われちゃうから。さあ皆さんのお店どうなんだろうね。はい、お疲れ様でした。おはようございます。なんだろうね、今日はよくわからないんだけど。よくわからない。餃子ではないんだよ。餃子とかシュウマイとかなんか言ってたんだよね、昨日。餃子ではないけど、これは何なんだろう。中身は肉まんなんだ、うん、で、これどう進む想像してるんだろうかわかんないけど、ちょっと餃子の作り方。餃子を作ったことは？餃子はね、うん、一応ちょっとだけある。ちょっとだけ。でも何年か前って感じ。まあでもなんか想像の通りっぽくない？餃子だけは。そうだね、うん、そんな珍しいことはしてないと思う、うん、なんか言われた？その蓋の閉じ方みたいな。いや、なんも。なんも。これで包むよみたいな。シワたくさん作るとか、シワ少なめとか。でもなんかあんまり指示されなかった。そう、あんま指示されなかった、うん